<laughs> あでえっ、ー、と予告編じゃないですけど、ね、教科書の話ですよ、ね、えっと多分とこの番組は私が「聖死三国史をまあ自分でどうやって読むんか分からへん読,み読めるようになりたいなって誰か教えてくれへんかなっていうところ、まあ、つぶやきぼやきを佐藤さんが拾い上げてくださってまあ 始,め始まっていると思うんですねうん、うんで。で、その流れの中で、あの、なんか、軸となる本とか、うん、あったらえい,いなっていう話をしててで、それが、えっと、佐藤さん、ちょっとちょっと考えますねっていう話があったと思うんですけど、はいえー、結果の発表をお願いします。はい、で結果の発表としては、<laughs> えっと、はい、一応画面に今表示している、えー、自分で書いた本なんですけど、生、え、死、ー、独学ガイド、聖死三国史の次に読む本というのを僕が書いてまして、はい、で、えー、っと、僕の周りの声をこの2017年ぐらいに聞き取った時には、みんな生死を勉強したいっていう風な人は、ちくま学芸文庫の翻訳を 買う、まあ、もしくは借りてみるんですけど、うん、全然読み方がわからない、手につかないよ、みたいなことをおっしゃる方が多くて、うん、で実際、その生詞って、翻訳はされているので、概ね翻訳は正確、正しいもののですね、そもそもの元の本の生詞が、うん <laughs> あの、僕たち歴史ファン、三国史ファンが読むように作られていないので、うん、だから、あの、日本語は読めるんですけど、えー、理解ができないんですよ。 で例えばですけど、何でもいいんですけど、電話帳とか、国語辞書でもいいです、うん、国語辞典とかだって、うんあの、使い方が分かっていれば、例えば知らない言葉があったら、五十音順に、えー、探して、その場所だけ読めばいいっていう風な使い方ができるし、はい、あの例えば、あの国語辞典であれば、一番最後に付録がついていて、基礎的な知識に関して図版がついていたりとか、写真が載っていたりすることもありますと。はい いう状態なんですけど、はい、じゃあそういった予備情報を全く知らずに国語辞典を頭から「あの」あから読み始めようとしても、はい、それは全員が挫折しますということなので、はい、あの国語辞典の使い方は小学校で習うはずなんですけど「西史三国史を読むための,、はい、その使い方つまり、えー、読み方の本が欲しいなと僕は思ったんですよ。うん はい、でそれで書いたのがこの本になります。はい、なので、えー、っと僕としては「生死三国史を」を、えー、手に取ってみたけど、うん、いまいちよくわからなかったなっていう人にこういう見方をすれば「生死、うん、三国史」って意外と読めるし「生死、うん、三国史を」を、えー、使って自分なりに「三国史」の調査とかもしかしたら研究の入り口まで行けるのではないのかな、うんうん っていうノウハウを、うんえー、この2017年時点の僕の、えー、知識を総動員して書いたのがこの本になります。はい。だから、えーっと、この本を使って、えー、やりたいと僕は思います。で、はいえー、具体的な進め方として、ジュさんにはあのちょっとね、ご購入をいただいてしまったのですけど、えー、YouTube の中では、えーはい 本の画面、まあ、これ僕の本なので別に著作権は僕が持っているので写しても大丈夫なのでこの本の本中身を見ていただきながら、えー、説明をします、はいはい、ただあのこれをあの音読するだけだったらあの会話をしている意味がないのでュ、えーはい、さんの,あのとの会話を今までの動画みたいにやっていきながら分からないところがあったらどんどん、はいえー、聞いてもらって。 で、はい、あの、もしかしたら僕の知識がアップデートされていて補えるところがあるかもしれないので、まあ、そういった意味では、はいえー、これを教科書として画面に映しながら、三国志の、えー、自分なりの読み方、学び方みたいなものを案内していくということがやりたい。うん、はい、わかりました、うん。で、僕の基本方針として、えー、っと、まあ、はい、この中で書いて、おいおい、あの、上げていくんですけど、えー、っと、 漢文が読めなくても「三国志の勉強」って結構できるんだよっていうことが言いたい。はいうん、で漢文ってやっぱりかなり読むのが大変でで、はい、まあ高校で習ったなんちゃっての読みでですねそこそこ読める気になっちゃうこともあるんですが、はい、まあやはりそのねちゃんと学んでみると一筋縄ではいかないので、はいはい、極端な話自分で漢文を読むよりも。 え先輩の学者たちがですね作ってくださった翻訳を読んで調べた方がまだうまくいくんじゃないのかなっていう見通しもあります。うんうん、ですからあの仮に漢文を自分で読まない人は本格派じゃないみたいなことを、まあ、言う人、うん、思う人はいるかもしれませんが僕はそうではない、その立場を取らない。うんうん で、えー、っと、だから、あの、翻訳書。日本人でね、昔から、明治の昔から、もっと言えば、あの、平安時代の、もっと前かな、飛鳥時代の昔から、え海外の文化を翻訳して、で、翻訳の中で自分たちなりに読みやすくして、で、自分たちの文化に取り込んできたという歴史があって、で、僕らはその末端にいるわけですよ、今。 うんなので、えー、っと、その人たちにとっては、翻訳を使いこなすということが、えー、学問の、えー、一番優れた入り口だなというふうな思いがあるので、翻訳書の読み方、うん、使い方を、この、えー、精神独学ガイドというものを使ってやっていきたいと思います。うん、はい。うん、そうですね。ちょっとあの、私も、えー、っと、ツイッターでもいい。えー 言ってますしあのこの配信の中でも言ってるんですけど正直この本字だけやったらめっちゃ難しいし読破するのに多分1年以上かかるんですよ <laughs> 私の場合。そうなんですよねあのこの時の僕は、まあ、2つの方向でつまりこの本を書いた2017年時点の僕は、えー、2つの方向で今よりも、はい、あのまだ成長過程にあったと思っていてで、うん、1>, 1つはえー、っと この時点では三国史にすでにめちゃくちゃ詳しい人たちとだけ遊んでたわけですよ。で、だからこの「生死三国史の次に読む本」っていうタイトルにも出ているように、みんなそこまではやったよねっていう、うんなんかそこから始まっちゃっているんですがん、ねそんね、そんな狭い人たちとだけ話をしていても、必ずしもまあ面白くないのではないかなっていうふうに考えています。 まあ、例えば、ジュさんと今こうやって遊んでもらってるのもですね、うんえー、その、えー、よりあの広く遊びたいっていう考え方によるのと、もう一つが、僕自身が、えー、大学院の授業に出席をしていて、 この時点では、まあ、作業中ではあったものの「全訳三国志」っていう、えー、翻訳書、うん訳「翻訳と注釈ですね、うん、これの仕事が、うんまあ、いよいよあの完成もしたっていうのがこの時点からの変化でありますから、うん、で僕自身も多少知見が知見が増えているはずなので,、うん、であのなんていうか より広い人たちに伝えるためには、自分自身はより高い知見を持っていなければいけないっていう、なんか上にも下にも伸ばさなければいけないっていうことだと思うんですよ。うん、ですから、まあ言い方を変えれば僕は2017年の時点では、仲間内に伝える言葉は持っていたかもしれませんが、うん、あの、うん、もうちょっと広い人たちに届くような、えー、広い視野を持てるだけの裏付けが、もしかしたら今よりはなかったんじゃないのかなと思っているからこそ、 うん、今ね、やりたいなという気持ちがありますね。ありがとうございます。佐藤さんのすごいところで、その多分ね。私が知ってる佐藤さんでね。あの、ほんまに私がアホのことを言っても何してても。 笑ってくれててね、なんか、漢字書けるとかって聞いてくれるような、<laughs> <laughs> 大丈夫、漢字書けるみたいな、じゃあ、とか言って、あの終わっていくような、本当にみんなから見たらねあの、佐藤博っていう、その一人の人が、三国志っていう、この世界の中で、まあ、世界っていうか、この勉強、うん、まあものがの中で、みんなの中では、研究者、佐藤博先生なんですよね。 先生っていう佐藤博さんを私は見たこともないし正直そのリアルな場で <laughs> <laughs> どっちかっていうともう、ね、あのなんか私がチャングくしさんで飲み食いめっちゃしてたとか言ってましたけど佐藤さんもがぶがぶ飲み物飲んでてめっちゃ頼んでたんですよ。 鉄人ソーダ飲んだでしょ、中国茶飲んだでしょ、その後ペットボトルも違うとこで飲んでたでしょ、うん、<laughs> 夏だからね、<laughs> 飲んでて、ゲームとかしたってみたいな、の私はあの佐藤さんのその三国している世界の立ち位置の人では私はなくて、本当にそのありふれた一歩。 一般にいる、ふまあ言うたら専門じゃない、普通に楽しんでる、自分の楽しみの中で始めてる三国志の人なんで、まあそういう意味であの、そういう研究者じゃない、異部分の佐藤さんがこう接してくれてるっていうのは、すごく、まあ、ありがたいんですよ。うん、その上にも下にも話をできる人っていうのも、これまた、 すごい難しいことだって私はまあ思ってるんですね。仕事でも自分ができることって自分の目線で話するから相手も分かってるやろみたいなところがあって喋るから、うん、分からない人から言ったら何ですかみたいな何のこと、うん、みたいになる部分ってすごく多いと思うんですよ。例えば正式名称を略して喋ってしまったら例えば新しく入ってきた人にはその。 で、何みたいになると思うんですね。あの、ちゃんと噛み砕いてお話ししてくださる。それは文学部とかね、出てるから、もうハン文学部やし、みたいなところもあるけど、<laughs> 文章を書いて、うまい当たり前とかって思っちゃうかもしれないですけど、この文章を書いて当たり前と、またいろんな人にいろんなことを 説明していくっていう話し言葉交互をで、うん、あのこうやって私みたいな人に分からせてくれるっていうところっていうのはまた違う話だとまた思ってまして、うん、あの今度ねあの三国志祭りでお話とかさ、うん、見れるじゃないですかす<る>佐藤さん。 でそういう佐藤さんは、まあ、私も知らない佐藤さんなんですけどでも、まあ、そこに私が行き着くわけじゃないしそこを狙ってるわけでもないんで、うん、私は今のまま一般の人とも近い佐藤さん三国志を通じて上,上にも下にもあのこういろんなことをしていってくださる佐藤さんがいいな、うん <laughs> なんか難しい話ばっかりしてても分からないですよね正直に知ったんですけどね,ねか飽きちゃいますよねこっち中で多分ね嫌になると思う、ね、あなたの頭の良さを証明してもらって私の頭の悪さを見せつけられたところでんなん、ね、不愉快ですからねうん 自分の頭の悪さ、知識のなさを認識することってすごく職業上でもあるじゃないですか、仕事してても。うん。うん、なんか、その、そうやって言われることもある、あるし、これぐらいできるようになってよって、それぐらい気づかんないから、それぐらいなんとかやってよとかね、散々言われてきたことだと思うんですけど、みんな。はい。<laughs> でも、あの、そういう時にね、 あの落ち込んだりとかクソって思ったりすることとかもあると思うんですけどそれを繰り返してやっていくことで自分も、まあ、いろんなことが分かったりできるようになるじゃないですか。うんうん、だからあの今佐藤さんにね番組で漢字違いますとか誰ですかって言われてることもあの明日たの自分へのファイト。 ファイティングメッセージっていうか頑張れよっていう多いメッセージだと思って私は頑張ってるんですけど <laughs> 僕もそうだと思ってますよ <laughs> だって僕もて全然あの間違っててなんかね失笑を書くことがたたとても多いのでそうそうだから私はあのこの番組を私か、まあ、そのみん なんていうの佐藤さんとたまたま知り合えたからしてもらえているのも分かってるしなんかねい,いろんな見方されるので僕もね結構戸惑うところは大いにあってというのも僕はなんだかんだ言ってあの三国志ファン以上でも以下でもないんですよでなん、まあ、その「三国志」ファンとしてより活動を極めるために例えば大学院に出席してみたり、ね、あの本作ってみたり。 あの、リアルな場に出て行って遊んでみたりしているだけで、うん、まあの、ね、人によっては、例えば、仕事を依頼してくださる方から見れば、研究者なのかもしれない。うん、ある人から見れば、一学生なのかもしれない。うん、<laughs> ある人から見れば、うん、<laughs> あのネットの、なんか、インフルエンサー的な人なのかもしれない。うん、けど、まあ、それは、その人たちの味方なので、うんまあ、僕自身は自分が楽しく三国志の話ができれば、 うん、まあ、それ以外は何でもいいですね。<laughs> うん、僕も、あの、<laughs> ありがとうと思っている以上のことは何もないです。<laughs> だから、一人じゃ無理ですから、これ。まあまあ、そんなことがあったんですけど、うん、よろしくお願いします。お願いします。そう